こちら側の方が月がよく見えるからね。風の流れも肌で感じられる。あははまたカッコつけちゃってさ。よっと、カッコつけてるわけじゃないか。必要なんだよね、それも。月明かり、雲の位置、風の流れが結構重要になってくるから、失敗の可能性はなるべく下げておきたいんだ。なるべくってあんたね、できる限りって言いなよ。失敗したら死んじゃうんだよ。大丈夫、失敗の可能性は軽微だ。この程度のミッションを昔は毎日こなしていたからね。むしろ危険なのはミッションが成功してからだ。ねえヨシオ、本当にあんたがそこまでやる必要あるわけ？え？あんたも僕たちと同じエレボニア生まれなんだよね。そりゃお互い事情があって故郷に帰れないかもしれないけど、だからといってこの国に義理立てする必要ないじゃない。月謝が何をしようが放っておけばいいんだよ。ねえ、今ならまだ間に合うよ。このまま僕たちと一緒にリベールを離れてさ、どこかの自治州あたりでパーッと一旗あげてみない？空賊稼業が気に食わなければ他の仕事を探してもいいんだし。兄貴たちとも話したんだけど、この船のスピードを生かした運送業なんていいと思うんだよね。飛行船を使った運送業か。今後も需要は増えそうだし、なかなか有望なビジネスかもね。少なくとも空賊よりは確実に稼げると思うよ。結社の計画を潰して僕が生き残ることができたら。ああ、心配しなくても、僕たちの契約はこれで終わりだ。この作戦に協力してくれたら貸しは帳消しという約束だからね。いつでも出発してくれて構わない。もういい。え？知るもんか。勝手に危険に飛び込んで勝手にくたばっちゃえばいいんだ。ごめんジョゼット。まったく、鈍い振りも楽じゃないね。キールさん、あいつもいい加減ガキっぽさが抜けないんだが、それでも今のはやっぱりお前の言い方が悪いと思うぜ。そうだね、謝るつもりはないけど、すまないとは思っている。やれやれ、それがお前なりの気遣いだとは分かっちゃいるんだけどな。まっ、さっきの話は真剣に考えておいてくれや。全てのケリをつけた後、
あの遊撃士の嬢ちゃんの元に帰るつもりがないんだったらな。それはないよ。所詮僕と彼女は生きている世界が違い、もう交わることはないはずだ。まあいいけどな。だったらなおさら悪い話じゃないだろう。そうだね。前向きに考えておくよ。おいでなすったか。兄貴、来たのか。おお、小僧の読み通りだ。北東の方からぐんぐん近づいてるぜ。聞いての通りだ。すぐにブリッジに来な。わかった。状況は？おめえの読み通りだ。ギナ、こっちのディスプレイだ。高度1560アージュ、時速2100セルジュの速度で北北東からリベール領に潜入。高度速度ともに普通の船じゃないのは確実だぜ。おめえがつけた特殊レーダーがちゃんと効いてるみてえだな。いや、まだわからない。帝国あたりの偵察艇かもしれないからね。キールさん、目視は？捉えた。映像をそっちに回すぞ。間違いない、今回のターゲットだ。これで舞台は整ったか。ゾクゾクしてくるね。よし、追っ始めるか。小僧、心の準備はできてるだろうな。問題ない。僕が位置についたらすぐにでも始めてくれ。ドルンさん、キールさん、それからジョゼット、今までありがとう。契約上の関係だったとはいえ本当に感謝している。え？はあ？本当なら作戦が終わった後に言うべきかもしれないけど、機会がないかもしれないから今のうちに言っておくよ。それじゃあ元気で。ったく、最後の最後でそうきたかよ。最後の最後まで本当可愛くないやつ。塩らしい顔で何が今までありがとうだよ。そんなの聞いたって僕は嬉しくもなんともない。そんな言葉僕は欲しくない。ジョゼット、約束してよ。あんまり無茶はしないって。必ず生きて戻ってくるって。相手が相手だけに安請け合いはできないよ。でもこれだけは約束する。たとえ僕の目的が果たせなかったとしても、生きて帰っていつの日か君たちに改めてお礼を言おう。それでいいかな？うん、忘れるなよ。絶対に約束だからね。高度1559アージュ、
北北東よりリベール領内に潜入。このままバレリア湖上空まで。了解。リベールの警備艇には気づかれなかったようだな。ステルス機能か。便利な装置を積んでいるものだ。まあそんな機能でもないと大騒ぎになるだろうからな。この船はともかく、あの化け物が侵入した日には。はは、違いない。な、敵襲か。うろたえるな。レーダーはどうした？レーダーに反応。4時方向から小型艇が接近。データベース照合出た。帝国ラインフォルト社製カプア空賊団所属。空賊だと。離脱したぞ。どうする？追撃するか。いや、放っておけ。王国軍の警備艇ならともかく、小物に構っている場合じゃない。そうだな。今はグロリアスの航路確保の方が優先だ。一旦帰投する。空賊どもに関してはカンパネルラ様に報告しよう。血も引きやがったか。何から何まで小僧の読み通りだったな。うん。ジョゼット、心配するな。あいつのことだ。きっと無事に戻ってくるさ。うん、そうだよね。約束したんだもん、ちゃんと帰ってくるって。検定レーベ、とんでもなく大胆な男ね。ああ、そんなわけでみすみす敵を見逃しちまってな。すまん、弁解の余地もね。いや、その場合は見逃すのが正解。墓地で騒ぎを起こすわけにもいかんからな。それにしてもそのハーメルという名は妙に気になるな。その名前、前に女王宮でロランス少尉と戦った時にも。ってクローゼ、何か知らない？ いえ、残念ながら。多分おばあ様は何かご存知だと思うのですが、国家間の問題というからには教えてくださらないかもしれません。そっか。オリビエはどう？エレボニアの村なんでしょ？うん、それはまた奇妙な名前が出てきたものだね。
奇妙？ハーメルというのは帝国最南端にあった村だが、現在その名前は帝国の地図には載っていないんだ。何年か前に山崩れがあってかなりの死者を出したそうでね。今では廃村となっているらしい。災害救助に出動したから詳しい話は知らないんだが、一説では全滅に近かったと言われているそうだよ。全滅。確かにひどい山崩れだと村が丸ごと飲み込まれることもあるらしい。山津波というんだそうだ。将軍に関係してくるのかしら。さて今のところ全く見当もつかないね。うん、わしの方から帝国のギルドに問い合わせてそのあたりの事情を聞いておくか。まあハーメルについてはそのくらいにしておくとして、まずはお前さんたちに今回の報酬を渡すとしや。今回の竜騒ぎは本当にご苦労じゃったな。まさに遊撃士協会の面目役所といった感じぞ。そっかな。ああ実験そのものは阻止できなかったからな、あんまり威張りやしねえさ。それにこれで王都を含めた5つの地方全てで実験が行われたことになるわ。次に結社がどう動くかすぐに見極めないといけないよね。それなんじゃが、お前さんたちここらで少しばかり骨休みをせんか。え？骨休みってどういうことだ。そのままの言葉じゃ。今ルーアン地方から始まって立て続けに5つの事件じゃ。ここらで休んでおかんと身も心も疲れ果ててしまうぞ。でもまた連中が何か起こしたら俺たちが出向く必要がある。おちおち休んでられねえと思うんだがな。今回の竜の一件で王国軍の警戒も厳しくなった。その分こちらに余裕ができたと考えてもよかろう。それに
どうやらクルッツたちが目星をつけたらしいのじゃ。目星というと見喰らう蛇の拠点？うん、数日中に確かな情報が入りそうじゃ。もし連中のアジトが判明すれば一気に忙しくなるに違いない。じゃから休めるうちに休んでおいてほしいんじゃよ。そっか。うん、そういうことならお言葉に甘えさせてもらうべきだろう。コンディションの調整も遊撃士の仕事と言えるからな。確かに、ここいらで軽く一休みも悪くねえか。いい感じに話がまとまってきたじゃないか。しかしご老人、骨休みを進めるということは何か心当たりがあるのかな？鋭いな。実はネーベル市長からいいものをもらっておるんじゃよ。龍事件の報酬とは別にな。市長さんからいいもの？ズバリ南の湖畔にあるカワセミ亭の特別チケットじゃ。お前さんたち全員が3日ほどタダで泊まれるぞ。さすが名高きボス市長だ。先輩らしい心遣いですね。いっといっと、それってみんなでどこかに出かけてお泊まりするってことですか？そうよ。バレリア湖畔にある眺めのいい宿屋さんでね、お酒も料理も美味しいし、船遊びとかもできちゃうわよ。うん、そいつはなかなか良さそうだ。確かにあそこならいい気分転換にはなるかもな。うんうん、どうせだったら思いっきり羽を伸ばしちゃいましょう。先にカワセミ亭に行かせてもらうよ。うん、わかったわ。チェックインの方はよろしくね。ルグランジーさんが連絡したから部屋が取れないことはないはずよ。はい、任せてください。さてと、ギルドの掲示板を一応は確認した方がいいよね。ボース各地で竜の騒ぎが収まっているかも気になるし。じいさんがせっかくあんな風に言ってるんだ。ほどほどにして湖畔に向かうぞ。それは確かに。うん、とにかく用事を済ませたらバレリア湖に向かいましょう。おう。
これぞ勝利の美酒ってやつだな。
って出直してきな。相手が悪かったな。我々だけでは対処不能です。至急師団本部に増援の要請をすべきかと。それほど手強いのか。はい、何しろ見たこともない魔獣です。いや、果たしてあれが魔獣と呼べるのかどうか。ん？ねえ、ん？君たちは？いい加減、見ただけで気づいてくれねえか。俺たちは遊撃士だ。遊撃士だと？見たところ何かトラブルのようだな。ああ、その通りだ。予想外の事態が発生してしまってね。
予想外の事態？うん、実は廃校の内部に魔獣が出現したのだよ。それが予想外の事態か？魔獣の出現なんぞよくある話じゃねえか。ああ、それはそうだが、その魔獣というのがただの魔獣ではないのだよ。どういうこと？ええ、まるで金属でできた昆虫のようなやつなんです。そいつが廃校内のあちこちに突然湧くように現れて。うん、確かに気になる話だ。我々は警備のために派遣された部隊なのでね、残念ながら正体不明の魔獣を退治する余力はない。だがここはラベンヌ村のすぐ裏手に当たる場所だからな。正体不明の魔獣の発生を見過ごすわけにもいかない。で、そこにタイミングよく私たちが現れたわけか。期待されてることがな。おっと、読まれてしまったか。しかし最近は我々と教会との関係も改善されつつある。すまないが、力を貸してもらえないか。もちろんよ。こんな奇妙な事件見過ごすわけにいかないわ。すまないな、恩に着るぞ。ううん、非常時だし当然よ。それじゃあ改めて確認させてもらうけど、とにかく変な魔獣を退治してくればいいのよね。あ、そういう廃校に潜んでいるその魔獣を全て退治してもらいたい。特殊な姿をしているから他の魔獣がいても見分けがつくだろう。了解したわ。その魔獣についてもっと情報はないのか？そうですね、一匹一匹は大して強くもないんですが、たまにいる色の違うやつには注意した方がいいですよ。色の違うやつ？ええ、アーツらしきものを使ってくるんですけど、何しろそれが全く見たこともないアーツでして。ヤバそうだな。気を引き締めて仕事にかかるとしようぜ。うん、もう説明は十分のようだな。ではゲートを開放しよう。あ、お願いするわ。諸君、気をつけてな。休息が必要な場合にはここまで戻ってくるように王国軍の設置した回復装置を使ってくれ。ありがとう、助かるわ。問題の魔獣を全て退治したらまたここまで報告に来るわね。ああ、そうしてくれ。諸君らに女神の加護のあらんことを。それじゃ行くとするか。うん、行きましょう。相手が悪かったな。
勝利の美酒ってやつだな。
みんな行くわよ。やれやれ、手こずらせてやる。とりあえずはこれで問題ないはずだ。後の警備は王国軍に任せるぜ。はあ、やってくれたか。やれやれ、これで一安心だ。まあ確かにこの場はこれで収まってくれたけど、でもあの魔獣どう見ても機械だったわよね。もしかしてこれも結社の連中の仕業なの？ああ、おそらくそうだろう。結社とは例の犯罪組織のことだな。なるほど、奴らの仕業である可能性もあるというわけか。うん、何度かやり合ってるけど常識の通用する相手じゃないわ。兵士さんたちもくれぐれも気をつけてちょうだい。連中のことは私たち遊撃士も調査中。何か分かったら軍にも連絡させてもらうから。うん、そうしてくれ。今回の事件については師団本部から連絡、支給される報酬は君たちの支部で受け取ってくれ。ありがとう、助かるわ。それでは諸君、帰り道もお互い警戒だけは怠らないように。目に見えぬ脅威と戦うには。うん、それじゃあ後のことはよろしくね。ああ、任せてもらおう。やれやれ、見事にやられたものだ。まさか遊撃士どもが乗り込んでくるとはな。前線はしたが結局撃破されてしまったぞ。ああ、まったく、あいつらはいつも僕の邪魔をする。ほう、見知ったものか。やめろ、そんな話はどうでもいい。さっさと残骸を回収するぞ。そうだな、早いところ撤収するか。オーバーマペットのテストとしては十分の出来だ。しかし紹介型ごときに手こずるとはね。あいつらの命も。そ、
私が依頼を出したコロナです。あ、はじめまして、遊撃士のエス。突然お呼び立てしてもですが、私一人の力ではもうどうし、とりあえずお話。うん、大丈夫よ。こんな大勢で
立ち話もないわね。まずは座らせてもらいましょう。あっと、そうね。じゃあ適当な場所に落ち着くことにしますか。掲示板を見たが、人を探しているそうだな。何でも10年前に行方不明になったとか。はい、実は姪を探しているのです。名はレイニと申しまして。無事でいてくれれば今頃は。無事でいてくれれば。なるほどな。10年前の意味がようやく分かったぞ。100日戦役だな。はい、当時姉の一家がこの町に滞在しており、不運にもあの突然の戦火に巻き込まれてしまったのです。間もなく知人のつてで姉夫婦の死を知りましたが、10歳になるレイニの行方は最後まで分かりませんでした。あれから10年、私たちもすっかり諦めてしまっていたのですが、ところが最近になって新たな知らせがあったのです。レイニを現地の方に預けたと。それじゃレイニさんは生きてるの？それは分かりません。何しろ預けた方のお名前も分かっていないぐらいですから。ああ、そうなんだ。でも私は信じていますの。きっとあの子は生きています。そう信じているからこそ皆さんにお願いするのですわ。事情は分かったぜ。確かに調べてみる価値はあるな。でもちょっと手がかりが少ないわね。今のところ分かってるのはその人の名前と年齢だけよ。あの、それなら写真をお持ちくださいませ。写真ってレイニさんの？ええ、こんなものですが。あら、かわいい子じゃない。まったくだな。10歳ぐらいというところか。ちょうど10歳ですわ。誕生日の時に撮ったそうですから。ん？エステル？どうかした？うん、ちょっとやりきれなくて。こんな子があの戦争で辛い目にあったかと思うとね。まあ、言葉もねえな。なんとかして家族に会わせてやろうぜ。うん。じゃあこの写真ちょっと貸してもらうぜ。はい、お持ちください。さてと、これで一通り話を聞いたわけだけど、どうやって捜査を始めようかしらね。そうね、せっかくなんだし写真を使わせてもらいましょう。え、写真を？ええ、とにかくそれを町の人に見せて歩くのよ。写真の人物を見れば
何か思い出す人もいるでしょう。そっか、昔といっても。それじゃまずはその方法で。どうぞ。何かありましたら。うん、こんな子が親を亡くしちまうんだ。先生、この子を知ってるの？見覚えは。はてさて、誰じゃったかの。あいにくと私めには見覚えがございませんが、この緑色の瞳には何か引っかかるものがございます。当店のお客様の中にこんな瞳の方がいらしたでしょうか。
行方調査の最中か、うん、このケース手がかりは髪の色だ。表情は成長とともに大きく変わってしまうからな。先入観を捨てることだ。なるほど、掲示板にあった難しい仕事じゃとは思うが、なんとか依頼者のご婦人には。この機会にゆっくりとご静養なさいますように。うん、遠慮なく楽しんでくるわね。この写真は、うん、実はね、それでちょっと戸惑ってしまっただけです。ではこれで失礼。まだ仕事がございますので。わあ、これは、この写真一体どこで。うん、実はね、今になってそんな話が。何か心当たりがあるの？ええ、ちょっとあの、この写真リラにお見せになりまして。あ、うん、さっき見てもらったわよ。それで何か言っていませんでしたか？なんだかすごく驚いてたみたいだけど、でも結局それだけで何も言ってくれなかったのよ。これってやっぱり何か隠しているのかしら。そうでしたか。やはり私が話さないとダメなよ。ちょっと話が見えてこないんだけど、一体どういうこと？あの写真の少女、あれはリラですわ。こいつは驚いたな。あの、ええ、確かだと思います。リラが当家に来たのは今から10年前のとある日、ボースが百日戦役の戦火に包まれたまさにその日でした。そう、市民の避難先から戻った父が一人の少女を連れてきましたの。見ず知らずの方に託されたと、そう父は申しておりましたが、その女の子がリラなのです。
コルナさんの証言と一致する部分が多いわね。信頼できる話だと思うわ。でも名前が違うじゃない。コルナさんの名簿さんはレーニって名前のはずでしょ。レーニ、それがリラの元の名ですの。うん、依頼者はそう言ってたわ。ひょっとしてメーベル市長もリラさんの本名を知らないの。ええ、残念ながら。本人は名乗らなかったのか。名前も言えないほど幼かったとも思えんが。ええ、名乗ってくれればよかったのでしょうが、当家に来た頃のリラは口を聞いてくれませんでしたの。何と申したらよいのか。そう、まるで言葉を忘れたような状態だったのです。どういうこと。精神的なショックによる一時的な失語症かもしれんな。過酷な体験によって起こることもあるらしいが、全くため息しか出んな。よほど辛い目にあったのだろう。ええ、きっと心に深い傷を負っていたのでしょうね。みんなで努力しましたが、あれは心を閉ざしたままで。ですから私たちにもリラの本名はわからないのです。じゃあ今のリラさんって名前は。父が名付けたものですわ。名前がないのでは何かと不便ですからね。なるほど、お話は分かったわ。そういうことならあとは本人に聞くしかないわね。ええ、そうなりますわね。ともかくあの子を呼んでみることにいたしましょう。お連れいたしました。ありがとう、サラ。もう下がっていいわよ。はい。こちらにいらっしゃい。何かご用でしょうか。あの写真、私も見せてもらいました。久しぶりに懐かしい顔に出会えたわ、リラ。あれはあなたね。黙っている理由は私にも察しがついたよ。あなた、父のことを気にしているのでしょう。あなたが暴風に深い恩義を感じているのは知っています。でもね、リラ、それをあなたの人生の重荷にはしてほしくないの。重荷ですか。ええ、現に今のあなたは口を閉ざしているじゃない。父に対する負い目がそうさせているのではなくて。そんなことは。父はよく言っていたわ。過去にとらわれている限り決して新しい道は開けないと。リラ、あなたはもう十分に当家のために働いてくれたわ。もうこれ以上過去に引きずられる必要はないのよ。コルナさんにお会いなさい。自分の人生を取り戻してちょうだい。お嬢様、おっしゃることはよくわかります。しかし残念ですが、皆様がお探しの霊にはもうここにはおりません。どういうこと。霊にはあの戦争で父母と共に命を失いました。この大地のどこかで今も安らかに眠っている。私はそう信じて今日まで生きてきました。そうとでも思わないと寂しくてたまらなくて。リラ、リラさん、そんな、そうだったの。
あなたがそんな気持ちを今まで抱えていただなんて。でもリラさん、もうそんな嘘は必要ないんじゃない？メイベル市長やサラさん、羊のメントスさんに、マーケットの人たち、みんなリラさんのこと身内みたいに思ってくれてる。今のリラさんはちっとも孤独なんかじゃないわ。エステルさん。エステル。ああ、こいつの言う通りだぜ。うん、俺も同じ意見だぞ。あくまで今回の事件を間近で見ての印象だがな。リラ、皆さんの声が聞こえた。私にとっても、いいえ、父が亡くなった後はあなたが唯一の家族だったわ。なのに孤独だったなんて、そんな悲しいことはどうか言わないでちょうだい。お嬢様。それにね、辛い出来事を忘れるために自分に嘘をつくだなんて、それこそ父の嫌っていた過去に囚われた姿そのものよ。せっかくの父の教え、無駄にはしないでちょうだい。リラ、コルナさんにお会いなさい。それともあなたは恩人の教えを無視するような。わかりました、降参です。はあ、まったくお嬢様も人が悪い。そんな風に言われたら誰も嫌とは言えませんよ。そう仕向けるのが交渉事の基本ですわ。ふん、どうやら話もまとまったようだ。よかったわ、丸く収まってくれて。ええ、なんとか。さて、では早速お会いしに参りましょう。会いに行くってメイベル市長が？別に構わねえぞ。親父さんの名代ってことで同席を許可できると思うぜ。オンに来ますわ。リラ、行きますわよ。はい、それではお供いたします。もう何を言ってるの。お供するのは私の方ですわ。ほら、先に立って歩きなさい。ですがたまにはいいんじゃないかしら。だって主役はリラさんなんだし。そういうことですわ。さあ、早く行きなさい。私は後からついていきますから。お嬢様。そうだったの、まさかそんなことになっていたなんて。レイニー、今までごめんなさいね。もっと早くに見つけてあげたかった。いいえ、おばさま、謝ったりなさらないで。すべては時代のせい、誰にも罪はないのです。それにこの10年の間、私は本当に幸せでしたから。メイベルさん、改めてお礼させてください。あなたとお父上はまさしく私たちの恩人ですわ。いいえ、そんなことは。感謝しなければならないのはむしろ私たちの方ですわ。リラがいたおかげでどれほど励まされたか。うん、失礼、レイニさんでしたわね。いいえ、いつものようにお呼びになってください。こちらではその名前で生きてきたのですからね。でもよかった、このメイベルさん、これからもどうぞこの子を。よ、ええ、それはもちろんですが、あの、リラを連れて帰るおつもりはございませんの？はい、初めはもちろんそのつもりでおりました。今のこの子の姿を見たら
そんなこのままここで暮らすこと、それが一番この子にとって幸せなことに違いありません。おばさま、そんな顔をしないで。もちろんたまには私にも顔を見せてくださいね。そうしょっちゅうというわけにはいかないでしょうけれど。あら、どうしてですの？お話ししていませんでしたが、私たちの故郷は遠いとレマン自治州という土地を皆さんご存知ですかしら。教会の訓練場がある場所よね。面白い偶然もあったもんだな。そっか、リラさんって実は外国の人だったんだ。言われてみれば確かに独特な雰囲気があるけど。飛行船があるとはいえ、まだまだ行き来は大変ですわ。いつの日にかあなたに訪ねてきてほしいけれども、それまでは手紙でのやり取りになってしまうわね。はい、ですがきっとお暇をいただいていつかお伺いしますから。ええ、その日が来るのを指折り数えて待ちますわ。さあ、最後にもう一度顔を、本当に姉さんそっくりになって。母に？ええ、息写しだわ。若くして亡くなったあなたのお母さんに。ずっとあなたを見守っていてくれたのね。素晴らしい方と出会えたのもきっとそのご加護のおかげだわ。お母さんの分も幸せに生きてちょうだいね。はい、おばさま、お約束いたしますわ。日取りですか？いえ、もちろんまだ決めていませんが。そう、もし決まったら早めに知らせてちょうだい。私もスケジュールを調整しなければならないから。お嬢様がですか？ええ、私も一緒に行こうかと思っているの。あなたの故郷がどんなところかぜひ見てみたいですからね。それにリラの子供の頃の話もいろいろとお聞きしようと思って。あなただってお父様から私の話を聞いているでしょ。こっちも弱みを握らないと取引としてフェアではないわ。なるほど、それが狙いですか。しかしお断りしておきますが、私の子供時代は至って貧困法制。おてんばだったお嬢様と違い、聞かれて困る話などありません。あら、それはどうかしら。あまり私の交渉術を甘く見ない方がよろしくてよ。お手並み拝見いたします。では、帰省の日取りは追ってお伝えしますから。ええ、お願いしますわ。さてと、今日の予定はどうなっていたかしら。はい、お茶の時間まで市長邸にてご執務。その後、マーケットの新規参入審査会がございます。まあ、審査会は今日でしたっけ。大変ですわ。早く書類に目を通さないと。
になりそうですね。